ロバート・ウィリアム・フィッシャーは、アメリカ合衆国の逃亡犯。妻と二人の子供を殺害し、自宅を爆破したとされる。フィッシャーは2002年6月29日以来、FBI10 代最重要指名手配に含まれる、逃亡者数475として FBI に指名手配されており、これは2021年時点のリスト掲載者の中で最も古い。フィッシャーは、 ニューヨークに生まれ、それまで月下技師、呼吸器治療師、消防士などとして働いており、事件当時はアリゾナ州スコッツデールに住んでいた。彼はスコッツデールバプテスト教会の熱心な信者であったが、妻のメアリーとは異なり、殺人の数ヶ月前には教会の活動から離れ始めていた。1998年、フィッシャーは結婚のカウンセリングを受けるために、 教会の上級牧師にあったフィッシャーは同僚にマッサージ室で出会った売春婦との一番の不倫を話した。彼は2000年12月に数日間はずらったのは売春婦との成功が原因の尿路感染症であることをメアリーに知られることを恐れていた。フィッシャーは狩猟のパートナーに家族なしでは生きていけないという理由で信仰と結婚への取り組みを新たにしていると語り、 おそらく離婚ではなく自殺を考えていることを示唆した。心理学者によると10代の間に離婚によってトラウマを被った個人にとって喪失に対する強い恐怖は珍しいことではないという。彼女の死の数週間前にメアリーは数人の友人に夫と離婚することを伝えていた。隣人は家が爆発する約10時間前に 大きな口論する声を聞いたと証言している2001年4月10日の朝、メアリーは後頭部を銃で撃たれ、二人の息子の首は耳から耳へと切り取られた。消防士は爆発をすぐに警告した。これはレンガの壁を崩壊させ、周囲の家を全方向に800メートルにわたって揺らすのに十分な強さだった。消防士は高さ20フィートの炎が 他の家に広がるのを防いだ。ライフルの弾薬、またはペイント管のいずれかによって引き起こされた、考えられている一連の小さな二次爆発により、消防士は距離を保つことを余儀なくされた。消防士一人はバランスを失い、燃えている家の近くに落ちた時に、足に軽傷を負った。ありがとうございます。